こんにちは、おばらんです。今日はちょっぴりリアルなアネモネのピアスをワイヤーと着色剤で作っていきたいと思います。今日使うものは透明のレジン液、アネモネの花びらの着色としてブラックとレッド、中心部分は色を変えてマスタードとオレンジを使っていきたいと思います。そしてお花の中心にゴールドの小さめのブリオン、穴の開いていないブラックのビーズです。形はブリオンとよく似てます。そして花びらを形作るゴールドのワイヤーです。まずゴールドのワイヤーをだいたい8センチくらいにカットしていきます。だいたいで大丈夫です。今回アネモネの花びらを作るのに、この先が丸くなっている丸ヤット粉を使うととっても簡単にできます。まずだいたい真ん中ら辺を掴んで曲線をつけます。ここが花びらの先っぽの部分になります。で、今回の花びらの形はあまりきっちりしてるっていうよりはちょっと無造作な形が可愛いと思うので、少しだけワイヤーに動きをつけます。なんとなくで大丈夫です。ちょっと挟んで、ちょっと動かして、挟んで少し動かす、挟んで少し動かす、で少しワイヤーがなみなみになると可愛いです。これあんまりやりすぎちゃうとすごくガタガタしちゃうので、本当に気持ちちょっとなんかなみなみになったかなってぐらいで大丈夫です。で、形を作る上で一つポイントとして、花びらのトップがちょっとこう盛り上がっていて、両サイドがまた次にちょっとこう少し盛り上がっている感じに仕上げるとちょっとそれっぽくなるので、この形を目指してやっていきたいと思います。少しワイヤーがなみなみになったらサイドを掴んで外側に曲げていきます。で、外側に曲がったら今度は内側に曲げます。ちょっとコブが一つできます。で、今度はこの反対側も同じように、これで3つのコブができたので、あとはちょっとこの上を引っ張ってあげて周りを整えてあげます。するとこんな風に3つの山がある花びらが1枚できました。この形の花びらをあと5枚作って全部で6枚作りたいと思います。こんな感じで6枚完成しました。今回の花びらは無造作なくらいが可愛いと思うので、なので6枚全部形が違って大丈夫です。そしてあとはこのクロスの部分をカットしていきます。よく見るとマスキングテープやワイヤーの間がちょっとこう隙間になっている部分があります。なのでこの隙間を埋めないとレジンの液が流れ出してしまうので、このクリアファイルとマスキングテープの間にちょっと指を入れて、ワイヤー全部にしっかりマスキングテープがくっつくように指で押していきます。これで準備ができたので、次にレジン液を着色していきます。
ということで、アネモネのお花をイメージしたピアスが出来上がりました。今まで何種類かワイヤーを使ったお花のピアスを作ってきたんですけど、今回のアネモネのピアスは、今までのお花はワイヤーを綺麗な曲線にしたり、まっすぐにしたりして、全部均等に作っていたんですけど、今回はあえてワイヤーを無造作に、ちょっとこう癖をつけて、できるだけ本物っぽいお花の完成形を目指しました。花びらの着色も外側と内側で少し色を変えることで若干こうリアルな色味になったかなと思います。今回のこのピアス結構大ぶりで、だいたいこのピアスの直径が4センチとちょっとあります。なのでチェーンをつけて揺らして完成させるか、そのまま耳にフィットする形で仕上げるか悩んだんですけど、耳にそのままくっついた形の方が可愛らしかったので、今回はこの形で仕上げました。ちょっといつもとは雰囲気の違うピアスになったかなと思うんですけど、シンプルなお洋服なんかにとっても合うと思うので、ぜひ参考にしていただけたら嬉しいです。今日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。ぜひこのアネモネのピアス可愛いなと思ってくださった方、チャンネル登録よろしくお願いします。また明日も動画アップしたいなと思っていますので、ぜひぜひご覧ください。ありがとうございました。